ランダムで組んじゃうかな。じゃあいいかしら、いいかしら、ランダムで組んでよければ行っちゃいます。今のすごいな。はい、じゃあそろそろ始めたいと思いますので、ユニくんも書いたね、チームはランダムでいいかな、ランダムで組んじゃいますよ、いいですか、行きます。どうしようかな、一人通音とかでもいいんだけど、一人通音でやりすぎだな。まあ通音2かな、配信スタートしておりまーす。かかる、こんだけいたら結構かかる。そしたら 2on2 で勝手に組みますが、キャラクターは、最近流行りの自由にしますんで、負けたキャラ使っちゃダメにする、あの負けたキャラは使っちゃダメ、負けてないキャラ別に残して OK。はい、じゃあそれにしましょうか。Can't win.
何チーム勝手に組んじゃいますからね。
はい、それではチーム勝手に決めましたので、じゃじゃーん、全出席頑張ろうね、頑張ろうね。皆さん、本日は2 on 2でチームは勝手にこちらで組みました。で、一回負けたキャラはもう使えませんので、ご了承お願いします。じゃじゃーん、出ましたよ、ゼロ回戦が3つありますので、そこから行っていきます。トネピー2回転対コマ負けり、やりましょう。好きなキャラ使っていいです。で、1回負けたキャラはもう使いません。そんだけ先方申告、キャラクターのも先方はキャラクターと人を申告です。S は別キャラ、別キャラ、関東は別キャラ。じゃあ32キャラ使えるってこと？ 30？ だってリュウと S で別キャラなんで、はい、じゃあリュウ負けたら S で入ったらいいんですよ。 S よ、 S。 16キャラいるから32キャラ使える。そう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 、はい、同じチームで同じキャラはなしにしといてください。同じチーム同じキャラなし。で、使えない。 S 流なら OK。 はい、鈴鹿さん OK です、間に合ってます。1回戦第1試合はトネピー2回転が 1P、 コマ・マキリが 2P です。よろしいでしょうか。音声聞こえてますか、大丈夫かな。負けたキャラ使えない。負けたキャラ使えない。あとチーム内で同じキャラダメ、はい、X キャラと S キャラ別キャラ使え。何、勝てば何回でも使える。勝てば何回でも使える。 SK 使うか。じゃあ先方は人とキャラクター申告でお願いします。で、いきなりマイクがいない、いきなりマイクいないの寂しいから誰か持ってください。はい、では僕がマイク持ってる間にトニピーが先方出ますんで、キャラクター申告よ。キャラどうする？ S 系？ S 系だって。はい、では始めていきましょう。 1P 側、トニピーが出ましたね。ソーリー剣ですよ、ソーリー剣が出ました。3月の9日スーパーソックス X、NBC2 ランバと 2on2 形式でございます。さあ 1P 側は利根村が、やばいやばい、 S 剣を使いに行ったが、コマエスホンダに殴られている。さあ、この水弾がね、あまり解決してないんですよね。うむ、いつの間にか逆転している。近いんじゃないの、近いんじゃないの。あー、苦しい。デスティング入る、昇竜拳。なぜ中なのか、全部押した。あー、貫通する。ズッキー、これは目の前着地になる。そして波動モード始まっている。いつの間にか強昇竜。負けたキャラは2回目は使えません。あとチーム内も別キャラでお願いします。次の試合がニーヤーアオワ対ムッチグッチムナリです。さあ、トネピーが強昇竜で寒いんだか暑いんだか。うわあ、始まる。おっ、うわあ、昇竜拳当たってうなずくトネピー。
で、あ、S ホンダ以外は全部使って OK です。ね、負けたら困るから。さあ、マキリは剣ですね。あ、トネピー悠々と似立てできるのか。先ほどは圧倒的キャラ差でかなり苦しんで勝ったぞ。 2P が出てくるのはマキリ。今日は一発トーナメントでございますので皆さんお気をつけください。さあ、めくり、おっと、これは届かない。いや、おっ、しっかり落とす。今日中小龍許さないで投げる。今の前、うわー、目の前中やし、さっきは踏み込まれたから 最速で大やし。おわおわ、これはきつい。埋まってるから無理。投げ受け身の後の波動は無理ですね。はい、波動埋まってなければ連覇出るけども。さあ、この端ですね。 X 剣と S 剣の大きな違い。さあ、しかしここ、おーっと、表情に出ない。適当に飛んでいく。さあ、マキリがここで取ると、僕何使おうかな。うまい。さあ、これですね、先端のジャンプ強キックの前、とりあえず飛ぶだけで OK。 トネピー頑張っ、おーい、S 剣は使わなくていいでしょ。じゃあ、なんか有利っぽいキャラで有利っぽいキャラだって言われて有利っぽいキャラいるかな。まあ、サガ、 S サガはいいかもしれないね。いいね、いいねさあさあ、4回転になれ。4様、4回転いけるか。さあ、2代目、ダイはあかんやろ、ダイはあー、それ。さあ、ドーキックキャンセル、悪くない。ね、これ次がね、次が手、ヤヤさんっているの、ヤヤさんいるの、ヤヤいる、手とヤヤさんと廃人仲間なんでね、次ね。あ、ごめん、嘘です、ニーヤさんとアオバさん、ゼロ回戦がいっぱいあったわ。俺ら入ってますね。さあ、やられている、やられている。2回転、あー、4。さあ、あ、果たして4代目はそんな前ジャンプするかな。さあ、4代目はしないぞ。あー、4代目は出るアパカだったな今なつってさあ、お見事、5が勝って、次がですね、ニーヤ・アオバとグッチ・ムナーリっすね。試合ないんじゃないこれ、負け抜けないからね。はい、ということでルーザーザーありません、ないです。一回負けたらもうそのキャラ使いません。そうですね、なんか分からん、なんかだからね、ルール聞いといてください。チョコで、あ、そう、なんかでかい、あ、そう、はい、でもダイエットしてるからいりません。瀬尾鈴鹿が 1P 機械小物が 2P です。ダイエットチョコなわけがなかろう。本当か、めちゃくちゃカロリー高そうだがえ、誰いないの、ムナーリさん、試合だよ、おじさん、ムナーリさん、ムナーリさん、試合だよ、グッチさんが待ってるよおじさん、キャラは何でもいいんですけど、負けたら使えなくなります。で、チーム内でまあそのキャラは共有なんで、グッチさんが X サガットで負けたらムナリさん X サガット使えなくなるんで、あ、そういう感じで同じ試合でのチーム内同キャラなしです。はい、サガット使った時点でもうアウト。はい、ただ X と S は別なんで S サガ使って負けても X、あ、試合内での同キャラがなしってことだったんですね。そう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 、なるほどね。
はい、そう負けた後もう一回試合やることほとんどないよね。ああ、でも大将に似た手があるんで、さワンピーは決まってますよ。これははいはいはい、オッケー、座ってください。はい、で、は、一回負けたらもうそのキャラ使いませんからね。これはさっきのコマさんチームはもう S ホンダ使えないんですか。はい、S ホンダもう使えないんですか。なるほどね、はい、はいはいはい、あ、全力全力投球来ましたね。全力投球来ましたね。甲子園か。あ、うまい。1試合完全燃焼系ですね。そうですね、アストロ球団ですね。確かに野球漫画で1試合完全燃焼試合野球漫画ないあれプロ野球だから、しかも。あー、まあ確かに確かに、1試合完全燃焼するのやばい。確かにドカベンプロ野球編は燃焼してないわプロ野球年間140試合ぐらいあるからね。確かにね、確かに、あのなんか2試合、あー、さあ、これは完全燃焼するのか。ひょう、ひょうって2回、あの、ひょうは二度と削れることあります。ある、ありますよね。爪ついてるとある。ですよね、爪ないとないっぽい。そうですね、なんかだからやっぱ威力依存で、そうですよね、多数の、あまり次第でどうなるかっていう感じなんでしょうね。さあ、グッチ戦は、いや、グッチ戦じゃなかった、バルログ戦は上手いんですけど、バログ戦うまいんですけどね、グッチさんね、やられちゃいましたね。全く噛み合ってないですね。さあ、ムナーリさん、これ仇をおじさん何使うの。4代目は S サガットで勝ってたぜ。さあ、勝ってたところじゃないですよアイガー、よし、よし、いけ。さあ、青葉さんのバルログを潰すだけでも価値はありますから。まあそうですよね。さあ、ゴロゴロは放置。まあこれね、でも最近 S サガット使う人にみんなに言うんですけど、はい、果たして4代目は本当にそんなことするかなってみんなに自分が4代目は何でもやるから、4代目の気持ちになってって。そうか、そう、 S サガさんはむずいんだよね結構、まあ、むずいっすよねシンプルゆえに、やりすぎちゃうんだよね。そうなんですよね、つい力にね溺れちゃうんですねそう、おお、二択、あ、確認できず。 あれね、四代目なら2位出してたぜ。あ、あそう、バルログ2位が入るんだね。4代目は2位出しますね、あそこでね。アンパカじゃなかった、そういえば。そうですね、四代目ファンなんで。四代目、はい、あ、よかったわ、いろいろ知ってます。あの大会、ほんとよかったわ。あ、お、あー、なんかアンパカ見えた気がしたけどね振り向いたり振り向かなかったりするよくわかんないところ。あ、危ない危ない。あー、あー、ハイクロさあ、まあこれは多分バルログ有利なんですよね、多分ね。あ、いいですね、ヘール、これオッケー。いやー、アパカが出ないかった、ね、ハイパーストツーの時はダッシュサガットのアパカで毎回ダメージが続けるんで、これでオッケーっていう話がありました。あー、おー、これは厳しいな。さあ、あ、いい、あ、いいのか悪いのかわからん、両者すればオッケーで。ああ、どうせハイクロークルタロ読みしてほしい。まあタイガーショットに間に合うからね。ああ、打ち切った。これは4代目でしたね、これ4代目でした。ニアさん、ニアさんやる気なし、勝てるキャラいない。キャラ、キャラで勝とうとすんのがいけない。チュンリーでね、そういや、我々このエスサガット戦を研究したんですよ。ほうほうほう、チュンリー、瞬間エスサガット、そう、瀬尾さんがもう2回、4代目に負けないようにっていう願いを超えてなんで、それを披露してほしい。え、これ負けないようにできるんですか。なんかね、草さんが我々にヒントをくれたんで。へー、はい、さすが草さんです、ね、はい、あの野郎。あ、あ、でもね、そのヒントが、あ、はい、使えないですね、これは今。そのヒントちょっと後で聞いてみましょう、はい。あー、ダウンさせないとね、とりあえず始まんないっすね。 あ、うまい、4代目、あ、知ってますね、あれ強いんですよ、チュンリーに。しかもキャンセルタイガーできるし。そうね。あ、やばいやばい、
死んだくせえ。あーバカ、4代目でした。そう、ムナーリグッチが勝ち抜け。次がね、瀬尾鈴鹿と機械コモダですね。瀬尾鈴鹿 1P、 機械コモダ 2P、 お願いします。 2P だからこっちね、こっち。瀬尾鈴鹿、瀬尾くん、瀬尾くん終了。で、キャラクターと、キャラクターと人間を申告してください。人間は、人間どっち行きます？チュンリ、これ総力戦ですね。いや、でもチュンリとダルシムはきついっていう話を今してます。チュンリとダルシムはきついだろう。そう、ダルシムがきつい、特にという話を今二人でしてますね。まあそうでしょう。ダルシムに勝てるキャラおらずっていう感じの。あ、じゃんけんで最終的に勝った方じゃないですか、さすがに。負けた方はネガティブですから。勝った方にしましょう。勝ったのは、いや、教えてもらわないとちょっとダメなんで。先方の人とキャラを申告してください。さあ、一応考えている。あ、D さん遅かった。機械さんだったらさすがに鈴鹿さんで、駒田さんだったら、まあ、瀬尾さんみたいな。ギー兄おるやん。ギー兄オッケー。はい、はい、じゃあ座ってください。外れ外れです。鈴鹿さん外れです。鈴鹿ダルシムが先方、はい、スーピーは駒田さんが、キャラはブランカです。ブランカか。はい。は、外れです。危ない危ない。機械さんのガイルだったら、機械さんがじゃんけんで勝ったら死んでましたね。死んでました。いや、まだあのね、ガイル出さないがあるんで。確かに。ベガ出すあるからね。そう。多分基本出さないっすよね、多分。あ、うまい。あの通キック強いよな。強いっすね。あ、あ、投げ返す。高い。お、うまいぞ。あ、重なるんだね。おお、ここもワン。ああ、なるほどね。これはしっかり攻め切った。あれ、スラスト食らった時点でブランカは相手以外取れないですよね。こう、前ジャンプ間に合わず多分。なるほどね。バックジャンプいける説は、水ジャンはできると思う。ああ、そうですね。さーい、これが、これがコモダブランカ。やってないはず。でも変わらない。100回ぐらい見ましたね、あれ動画で。はい、もう次はボタン押さないと思うじゃないですか。鈴鹿ダルシムを押すで。さあ、でも鈴鹿さんいい間合いの取り方してますよ。そうですね、はい、あ、取り方してなかった。あ、うまい。でもね、痛くない、痛くないんですよね、あれね。まあでも嫌な気分にはなりますからね。そしてすぐドリル、ドリル。インフェルノあるんでもう分かんないっすよね。うまい。まあもう、もうブランカやらんよという感じ。あ、インフェルノ警戒してますね、結構ね。しっかりね。うわー、分かんない。ダイパンでかい、でかい。完全対応できない。死んだな。あー、これもうね、いや、勝ち抜き、勝ち抜き、あと1人おるから。まだまだまだ、あと1人おるよ。瀬尾さんがおるよ。ベガではない、ベガではない。ベガではないですよ。さあ、瀬尾くんがチェンリーで大将。普通あそこまでの体力いったら、はい、ネクリーショーキックやったら噛みますよね。ね、噛まないんだよな。なんかな、すごいよな。ジャンプショーキックはなんかすげえ遠くから当たった気がするんだけど、ね、うわー、表暴れた。あの瀬尾くんが結構、瀬尾さん引き付け対空ができなかったところ。瀬尾さん結構ね、ブランカ戦いろいろこう考えてやってて、そう、まあ、考えてんじゃないですか、はい、基本的にこれ結構ね、おーっと、全然いいですね。さあ、ヒデとは違うのだよ。うまい。あー、そうなんだね。あ、しゃがみこパン対空。ダルシムと同じだ。そういうことね。
次、手ややかい廃人中村です。準備しといてください。これはうわ背中蹴りで、うわ近距離中キック、誰しもにやっと、あのブランカに当たんないですね。当たんないですね。しゃがんでるって、結局中間も当たんないから、はい、しゃがみにするしかないですね。うん、全然私もそんなやりやすくはないですよね。投げ化け同士になると負けちゃいますね。うん、さあ、あーガードガードになって、あこれは炸裂バリア、しかしこっからっすね。うわコパン対空から、うわ中キック潰す、うわそうなんだ、相打ち、中盤でしたけど中盤でしたね。さあ貢献、貢献常に歩いてくる、うわ先に飛んでおいた、これは痛い、あったこれは何もしてくんない、バック出す、あいい出すかい、おお噛みついた、出すかい、炸裂削れるか、はい、さあ瀬尾くんが新章、まあねでもこう瀬尾さん、瀬尾さんでも結構ああいう時、はい、相手の出し結構やるんでね。ああ、まあやりますよね。もう俺がモラリストだと思ってるだろうみたいないや、まあ、あの早出しはちょっとモラルない系の、 そして機械もガイルしかなかった。これこそ総力戦、お互い負け勝った後のことなんか何も考えていない。確かにね、勝てばいいですからね。そうですね、まあここ負けたら終わりなんで、はい、大将はメインキャラを使うしかないはず。ごめん確かにごめん、そう思えばね確かにそうだった、冷静に考えたらそうだった。あー気持ち、あー安い、結構ね、はい、水曜日小高、あー死んだ、そして出た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 、やると思ったけど機械サマー忘れてましたねあれサマー出されても、はい、上り踏みつけ出すと当たんなくて、はい、踏みつけに負けて、はい、その後アントミされるんですよ、壁蹴りで。やべえな、やばいやばい、あれやばいんですよ。じゃあ上り踏みつけど安定で、はい、っていうことなんですか。で下段が来るんですけど、なるほどね、はい、よく考えとるわ。アントあー刻んだ、中野といえばガブリ、あーそしてなんかもう溜まって出た、今度は表、今度表どういうこと、やっぱね 2P がちょっと逆端限定っぽいっすね。さあ行ってしまった、さあ強かったっすよ。コモダ機械1回戦負けです。はい、ややさんとこが 1P が、配信仲間 2P です。ややさんすいません 1P です。あ、キャラクターは自由ですけども1回負けたキャラは使いませんで、はい、チーム内で同じキャラはダメです。まあ、テさんは竜とかダルシムなんで多分被りはないと思いますが、ないですよね、はい、彼らも被りはないですね。仲間配信も、まあ、ハイジンさんがなんかザンギとか竜なんで、中村さんはまあ割と何でもありみたいな感じなんで被らないですね。これはテさんのダルシムとか来るとね難しいよね。さあどっちはいはい、じゃあ決まったんでどうぞ。じゃあオッケー、どうぞどうぞ。はい、テさんの竜ですね。お、竜竜、さあそして廃人は、まあ、竜じゃないですかね。竜ですか、はい、これどうなんですかね、ワンチャンがありそうな。テさん、はい、格闘ゲーム結構うまいんですよね。うんなんか勝つための筋書きができてる感じの、ね、他のゲーム触ってんのも見たんですけど。あ、そうなんですか。あ、サードやってたの。サードやってましたよ、うん、なんか電陣波動を選んでて、そう、あ、できるんだなみたいな、なんか上手でした、すごい。さあ、分かんなくなっちゃった、使った、とりあえず使って、これは打ち返す、右手からだった。てか、あそこは割り込めますからね、絶対。うん、
さすがに竜棒キャラは一律の長があるか。いやこれ結構わかんないっすよね。うん、まあ、やり込んでるからって勝てるわけではないじゃないですかこれ。シンクロからね。そう。飛んだら終わりだし。うん。の竜と竜同キャラだとかなり負けますね僕も。そうなんですよね。さあこれは使わせたけどうまい。お死なねー。あーあーアパカが。アパカじゃないけど。アパカが。アパカじゃないけど。昇竜アパカが。おしっかり。まあわかんないですね。あーあー。波動拳。あ。あ。セーフ。あ、さあややさんキャラ自由ですよ。いやもらってないです大丈夫です。さあ一回負けたキャラはもう使えないんでそこだけ注意してください。中村班がねいるんでね。さあガエルか。ガエルか。おこれいやでもこれははいこれはやり得ですよ。やり得ですね。やり得ですよ。確かに。負けても、はい、ややさん強えなみたいな感じになるし終わりですねそれ。そう勝ったらおややさんに勝ったじゃんみたいな。うんやり得なんてお得なんだ。全くデメリットなし。まだ先方だからね。そう逆にこう中村さんがちょっとヒヤッとするのではうまい。多分ブランカが出てくるんでしょうね。おっと珍しい。ダルシムでもいいらしい。お強気使って。うわー勝てー勝てー。動かず一切動かなかったですね。今後ろにビャッコって見えてますからね。ピカーンってピカーン。うわー間に合うソニック。見てからソニックの精度がすごいんですよ。目の前でね波動が消えてくる。目の前で波動が消える。目の前で消える。どういうこと。でバックジャンプの精度がやっぱり高い。さあでもここからねゲージ作れば分かんないですから。もうああ早い。ああ死んじゃった。ちょっと箱が気になった説ありますね。そうですね、うん、箱壊れるか壊れないかの今瀬戸際でしたからね結構。位置的にさあ2 on 2でさあ大将戦中村ややどちらかが落ちる。いやブランカでしょうね。ダルシムかブランカですね。まあ、ね次の試合バイパーペコが 1P です。コマ負けに 2B。 わーっとおーっこれこれは神髄バズーカですね。あれが小高が言ってました。あれが神髄バズーカ。シャッツのバズーカじゃないの。神髄バズーカ出てますね。出てますね、うん。具が出てる。具がもうはみ出てる。うわーうまい。あ打ち切り OK ですねそういえば。そうなんですよね。そして体力に余裕があるのでいつもの飛んでいく。うわーうわーこっち。あー潰される。いや今の間合い的に緊張キックが出なそうだったので。ジャンプジャンプ来ましたね。ギリだったかな。さあ大キックタイクドラゴンスイープタイク。あれやっぱダメージとしては相当いいですからね。そうなんすわ。箱があーいった。そしてさあっあそうだヤヤさんといえばあのソニックね抜けた後に裏切るね。あれクソかっこいいんだよな。おっタマプラにタマプラと相打ちになりました。タマプラのアッパーとそういうこと。あーわーどあーしかし確定確定した確定よく反応した。おー潰してこれいい勝負っすね。おおこれ始まった。これが見たかった。スーパーかっこいい。さあ、これは神に来る。箱がね箱があるので表から行く。おい潰した潰して呼んでいる。潰したってことは次はあ垂直キックだったらな。うわ
わかんない。サマー中村ここで落ちるか。ん、いややが粘る。うわ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 、うまいぞ。わかんねえ。わあ、スタブスタブ大船です。さすがですわ、スタブ大船です。今かなり横浜感出てましたね。はい、バイパーペコ 1P 側、マキニコマが 2P です。ペコさんいる？先方の人とキャラを申告してください。じゃあ S ホンダ以外で、はい、使えないです。つっても何って感じだろうけど、S ホンダいないっていうのはまあ、はい、何使うかね。あ、なになに、うん、ここわかりました。はい、決まりました。はい、両者決まりました。ワンピー側がペコ X 剣、はい、ツーピー側がコマさんが、うん、負けたら消えるだけです。はい、コマさんが X ザンギー、 X ホンダじゃないんですね。確かにコマさんマジでサブキャラ見ない人なんで、S ホンダ使いってなんでこう一本なんですかね。みんなすーげえ一本度が高いんですよね。まあ永田さんとかは何でも使えますけどね。使えるけども、本当に遊びモードじゃないと使わないじゃないですか。他の S ホンダ使い何人か知ってますけど、はい、みんな一本です。確かに俺も文吉のサブキャラ見たことねえわ。ないっすよ。20年は見てるけどまず1回見たことない。文吉は文吉しか見ない。ああこれはなんか悪くなかった。悪くなかった、悪くなかったな今。しかし画面端、お走ってくる。村田はあの技ね弱くないんですよね。ね、結構ね川島さんがうまく使うんですよね。うん。とりあえずダッシュしてくるときあって、足もない線に集中してるとあんなの通じないからね。そうミートスカッシャーみたいな感じでね。ミートスカッシャーで、さすがにミートの方が強いけど。ミート画面端確定するからな。足っこいからやばい。ウルフォーなんかそっから通撃入るからね。 MOV さんに習いましたからね。とりあえず適当に EX どっちからやるとなんか一発吸収してくれるから強いとか言って。わかりやすい。さあここでマキニが大将を張る。おマキニさん同い年らしいですよ僕と。びっくりですよね。あそうなんだ、はい、若手というのを知ってたけど、ね、まあ、トネピーと一緒ってことはやっぱ若いよな、はい、いやもうアジア人はなんて幼く見えるんでしょうねというね。マカスがねちょっと老けてるからね。おひげのせいですよ。さあワンピーがマイパーさん先方で出なかったっすね。そういえば出るかなと思ったら押してますよ。押してる。マキリが押して剣道キャラ結構取り返すとめんどくさいっすよね。ああ、まあ慎重になるとか。ああやばい、取り返した。取り返しがつかないことが。取り返しのつかなかったね。ロケッティアの方が良かった感。そうっすね。あーやばい、うまいぞ。さあ空突、これは吸収失敗。お互いやっぱ波動がめんどくさい。そうなんですよね。メインのダメージ減りはならない。小波動がめんどくさいっす ね、 そうなんだね。抜けてもめちゃくちゃ近寄られるし、早めに打ち返した方がマシなのかな。おっと空突噛み合って、下段食らってる。さあさっきと同じような感じ。わかんねえ。今度はいやあの前で打ち返すすごいな。
うわー、当たんだ。結構ギリ間に合いましたね。そうですね。さあ、ファイナーランド、これは釣り行動だったが、対空が間に合わず。もうバックジャンプで逃げる。最近なんか、シューさんがよく使ってるあのプルプル軌道が多いですね、みんな。まあ、強いということに気づかれた、うん、みんな、マッツンさんはかなり前から使ってるんですけど、シューさん以外使ってなかったですからね。さあ、しっかり抜けた。ゲージ大事、ゲージ大事説ありますよね。ある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 、これね、飛んだら終わるぞ感を出していく。おー、うまい、見てますな。2回見られちゃった。ペコが2たて無傷ですね、これは。次がグッチムナーリとシュウネですね。グッチムナーリが 2P 側です。シュウネ 1P 側。シュウネ 1P 行ってください。先方、はいはい、わかりました。まだ決まってない。こっちは X 竜が使えません。 X 竜が死んだのか。なんでもいいです。ただ、あの、一回負けたキャラはもう使えない。はい、同じキャラ、チーム内同じキャラダメです。まあ、グッチさん何でも使えるんで。まあ、そうっすね。逆に読みにくくなった、困んない。まあ、こっち決まったんで、もう好きにしてください。先方だけ。オッケー。はい、やっちゃってください。あ、まあ、そう、これは言わなくていいです。大将はかぶせで、かぶせでいいですよ。あ、おっと、 S バイソン VS X バイソン、なんか最近ハマってるらしいんですよね。いや、大山ニュートンの一番人気らしいですから、S バイソン。S バイソンね、なんか結構うねくんハマってるみたいで、はい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 、なんでっていう話なんか面白いらしいですね。ガイル使ってたら面白いけど、ダッシュストレートが面白いっていう。いや、間違いないと。そうですね。あ、これ、これ、このモードが面白いらしくて。ただの暴力ですからね、これ、はい、あ、死にましたね。いや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 、 S バイソンあれ安全策あるんですか。くっそ安全、詐欺飛びやって、あー、コパコパストレートがレンガーだから。なるほどね。あ、タンパはダメですよ、タンパは。あ、ダメですね。あ、高い高い、低い低い低い。あ、そして大人げがないやつ。あ、あ、大丈夫かな、高い、大丈夫大丈夫。あー、これがボクシングです。まあ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 、ビタリ・クリチコもこうやってた。負けたらおしまいです。さあ、メインキャラ、シュウさんのメインキャラ一体何なんだ。まあ、ただこれ後ろにおじさんがいるんで、さあ、小物道があるんで、後ろにこれだ。シュウさん、逆にこれ DJ とかを使って勝つと、おじさんが竜とか出してきちゃうんで。あ、そうだね。それはそれでね、おじさんも結構いろんなキャラ使えるのが実はね。そう、ゴッドファーザーね、強いですからね。ゴッドファーザー、はい。あ、藤沢のパチーノ怖いですよ。冬場のマフラーのかけ方はマフィアですからね、マジで。長いマフラービローンってあの首に垂らしてて。あ、なぜそういうファッションに、ね、狙ってる説はありますね。でも体力がないですね、シュウさん。お、あ、お、あ、とりあえず出してみた。もういいや、もういいや。まあ、ガードされても1ドットにな、0ドットだしみたいな。ああ、なんかあれ、しゃがみ台パン出すと巻き込まれるときありません。ある。なんなんすかね。ひどいときは3ヒット食らって、そうなんですよね、ピオリーチで終わりみたいな。あ、うまい、投げ返した、いった、重ねた。まあ、勝利やってればね。あ、いて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 、勝った勝った。さあ、グッチがニオイニオイして、バイソン失わずに済みましたね。そう、ルーザーさんないですね。バイソン失うとちょっと痛かった、うん、もう使うキャラなくなってます。ハクムーさん、ワンピーがハクン、ハク
確かに。瀬尾鈴鹿 2P でーす。ハクムー 1P。 ただもう鈴鹿さんが、鈴鹿さんがもうダルシム使えないんでね、あの戦力、ダルシムあのさっき殺されたんで戦力だいぶ落ちてますよ。まあ鈴鹿さんは DJ とかもね、まあ使うし、ルール聞いてました。負けたから使えない。鈴鹿さんもうダルシム使えないから。まあそうでしょうね、カバーの範囲が広いんで、うん、先方は申告、キャラも言ってね。でもこっちは決まったからもう好きに入っていいよ。もう入っていい、後から入ります。こっちが一応相談してますね。あ、いいよ座って、はい、これね、ムージェー出ると思うんですよ。はい、ダルシムか。鈴鹿さんがね、ホンダですね。でしょうね、はい、これ両対応なんで。鈴鹿さん結構ね、ちゃんとできますよ。あー、知ってます。割とちゃんとこうやったら死ぬみたいなのを、うん、知ってるんで、あの、ない仕組みを理解してるわけじゃないけども、ね、できるんです。細かくはできないんですけど、はい、大雑把にはダルシムホンダできるんで、期待を持てます。はい、まあ、ムーさんといえばホンダ戦なんで。マジ？そうっすよ。本当？本当本当。さあ、ファイヤー打ったらば強い説。あ、何？アホやろ。まあ、変にインフェルノ狙おうとするから。強いキックでいいのに。あれね、まあ、言っとくけど、あれヒットしてるときマジ出ないからね。ガードのときはかなり出やすいんですけど、インフェルノ。わかる。ヒットだとマジで出ないんで、あの狙うのやめた方がいいと思う。ギリギリ繋がってないだけっすね。そう、マジで出ない。おお。鬼無双ガード後はね、かなり簡単なんだけど。お、うまいぞ。あ、あ、無双じゃなかった。鬼無双のおで、あ、やばいやばい、死んだんじゃないですか。死んでなかった。死んでそう。あ、死んだ死んだ。あ、間に合った、間に合った。でも鈴鹿は本田も殺しかけましたね。ね、やっぱり期待持てますね。おっ、ほら、うまいぞ。あ、何がうまいんだ。いや、あの、あ、空中ぐらいになるんでいいです。あそこまでは上手かった。あ、あ、使っちゃってるけど。あ、死んだ。あ、うまい。はい、ちょっ、もうハク君の顔失望しました。僕は何こいつやってんのみたいな。こいつ一体何なのという顔ですね。ムーさんがダルシム戦、いや、ホンダ戦の、ホンダ戦のムーです。本当ですか。ホンダ戦のムーでした、でした、さっきまで。まあ、ハックンもいろいろ使うは使うので、何しましょうね。これ実はでもね、ハックンの使うキャラ構成だとガイル以外はホンダきついんですよね。ユウいけんじゃないか。あ、まあガイルか、もともとガイル使いですからね。そうですね。あ、死にました。まあ、ちゃんと殺せないと思うんで。ダイパンはね、お、知ってる。でもあれはサマーで落ちるんですよね。マジ？おお、違う違う違う。うわあ、だ、噛み合いが悪いですねこれは。お、いいですね。いい、最強技スバット。バックスポットマジで強いですよね。強い。あー、助けてー。そしてシンプルイズベスト。高いんじゃない、気にしないんじゃない。うわ ー、ホンダで2立て頑張った。鈴鹿やるなー。ムーさんが悪かったですね。さあ、それではこっから準決勝でーす。テーダルシム、ヤヤー、あ、テさんとヤヤさん VS バイパーさん対ベコ、バイパーベコチームですね。お、シャル君も来た。相手、相手、いや、いや、ね、相手はテさんの竜が死んでるんで、ただ竜なんでもう使わない可能性高いですね。はい、ほぼ無傷です。はい、ヤヤさんは、ヤヤさんは、うん、あ、あ、え、違う違う、
手ややが 1P、 バイパーペコが 2P です。はい、あ、ややさんいたわ。ややさんは今ゼロスリーに夢中ですね。あ、森川さん、エーパで殺してくれ。いや、エーパダメだよ、なかなか来れないから。確かに、エーパじゃすぐ来れない。ゼロスリーってすぐ殺せる技ないのかな。あ、カリン、バグカリンの投げ。あー、うん、なるほど。あ、ここから一回削った俺でね。そんな減るんだ。ゼロドットになるの。え、マジ。どっからでも。何それ。え、そんなバグがあるんですか。バグカリン。なんだっけ、なんとかモードの最ゲージのないカリン。ああ、なんかあの俺流、なんか最強流でしたっけ。そうそうそう、最強流か。そんな感じの。ああ、え、最強流のカリンで投げるとゼロになるんですか。ゼロドットも。え、怖っ。マジ。ああ、ドン。知らない。そんなバグ知らない。さっきと同じルールなので、さあ、まあ、テさんはもう実質何も使ってないみたいなもんなんで、多分。さあ、まあ、先方は森川ですよ。まあ、ずっとやってますから。はい、わかりました。じゃあどうぞテさんも座ってください。1P がテイナルシム、 2P がバイパーフォークですね。これは 2P が当たり。そうですね、まあ、ややさんのサガットがきつそうという会議をしてました、2人で。ややさんのサガットは無理な組み合わせなんとかしますからね。お、でも遠い。うわー、うわ、どうだった。バックジャンプ読みかな。なるほどね、うん、まあ、走りをつけたからそれを。おお、連携が今のね、コンドルにスライディングにヒットしたのなかなか見ない絵ですよ。そうっすね、うん、だいたいスライディングしに行って死なんで。あ、でもジャンプマンの前だったらありでしょう。そう、受け身しっかり。さあ、テンダルシムいつもより手数が多い。お、これは完全対応している。バイパーが寄れずに。あー、でもが終わるのか。どっち、そっち。あー、こう寄り切れずでしょ。あの、東大戦真ん中ぐらいなんで。はい、大将でいい。テコさんは S なのか X なのかわからないが、剣とも限らない。剣を使うはず。S にした。まあ、あんまり X 剣でダルシム戦やってなさそうなんですけど。そうですね。多分 S の方が経験値高いと見てね。まあ、ここを超えれば、はい、大丈夫かもしれないけどね。電キャンジャンプしてきますね、この人。あ、おーっと、閉じ込められる。あれね、割り込めないんすわ。あ、ダメか。そう、小足弱波動。そうなんですよ、割り込めないです。小足波動強いんですよね、剣の。うん、 X でも強いからね。そう、先っぽないし。 X だともっと強いな。そう、あ、打ちを取ったが、あー、やばい。先にファイヤー打つとね、ダメなんですよ。あー、打ち返しじゃないと。相手の波動を見てから打たないとダメですね。さあ、これはうまく避けた。さあ、1ラウンド取られてるんで、相打ち繰り返してこんぐらいになってますね。そうですね、3ラウンド目がね、つらい。そうなると相打ちだと負けますからね。そう。うわー、昇竜、昇竜をね、入れたんだけど。出なかったね。初中キックだったらどうなの。まあ、確かにS キャン剣だったらいけそうな。あ、より安全感が。あー、まあ、いいよー。お、ガーフ狙いに行ったな、あの男。でもありなんですよね。そうなんですよね。おっ、これはやばい。うわー、昇竜ねじ込む。フレーム重ねがあれぐらいだと抜けちゃうんですね。
あ、もっと遠くないといけない、さ本当に先っぽじゃないと抜けられちゃうんですね。フレームドセンター、でもこれ立ったら叱るみたいな、うん、そうですね、話ですよね。結構今 深めだったんで、うん、X 剣だったら全然大丈夫なんですけど。確かに。さあ、八重さんキャラ困ってますね。ガイルの方がいいのかな。サガットで来た、サガットが出てきた。これグーですわ、グーで出ますかこれ。あー、やや、サガットいきなり打っていく、バレてる。あ、回転率が高い。うわ、ロケッティアは早出し、対空が X ドスだと大体差が解かすんですけどね。まあ S 剣はやはり強し、うまっ。なんで上タイガーそこで、いや、たまたまでしょ。で、持ってると毎回やるんですよ、ずっと狙われるんですよね、狙われるんですよね。さあ、S 剣結構辛いと思うんですけどね、X サガットやんの。なん、もうなんか、あー、バックジャンプの癖を読んでいる。あー、垂直ジャンプね。なるほど、なるほどね。なるほどね。あー、そういう、あ、なんか出ない、なんか出ない。ということで、やや手チームが決勝進出。強い、すぐ試合やりますんで。グッチムナーリ対瀬尾鈴鹿です。さあ、グッチムナーリ 1P 側、瀬尾鈴鹿 2P です。グッチムナーリは、グッチさんの竜が死んでる。そうですね。 2P 側の鈴鹿瀬尾は鈴鹿ダルシムが死んでますね。はいはい、ほんと出し方知ってる。これの勝った方とする試合です。これの勝った方とする試合です。 S ダルシムって上と横どっち。横、あれ、横パンチ、横、縦、あ、縦、縦、横、縦、縦だな、縦、縦です。縦、縦、縦でパンチです。はい、だから選んで上下ガチャガチャガチャってやってパンチやれば出ます。はい、間違えたら、もう間違えたら負けだよ。いや、今だったら別のキャラしていいですよ。はい、どっちみちということで。はい、よしよしよし、出た出た。さあ、 1P 側 S ムナーリ S サガット、 2P 側、いやでも S サガットだったらまあ割といける可能性あり。これ全然いけるんですよ。さあ、気をつけてほしいのはドリルが、ドリルが 1種類だけということですね。ゆるドリがありません、はい、真ん中ドリルしかないですね。今中キックでやってますけど、はい、中キックでやってるんですけどね、強キックじゃないとドリル出ないんで、はい、出ないですね、出ないからね。ないですね。強キックで中ドリルみたいな軌道のドリルが出ますね、はい、そうですね、はい、そばいと一緒ですね、はい。さあ、ムナーリエッサガットと鈴鹿 S ダルシム、だいぶキャラ差が埋まりましたね、この組み合わせは。さあ、まあ、知らない込みで S 差が有利でしょうね。おそらくもう時間ないですからね。本当だ、どうするんですかね。あ、あ、あ、まあ投げに行くしかな、やりに行った。あ、まあちょっとね、今ただ今の最後の最後の攻防でちょっと掴んでほしいですね。なるほど。割と今可能性感じましたよ、最後。あ、うまい、ダメだった。そう、短い足が出ねえから。近距離じゃないと出ませんので、完全にちょっと脳みそを違うキャラにしないとこれいけないんですよ。Sダルシム使うときはさすがに知らなすぎでしょ。そう、これハイパーとかで、はい、あの N ダルシムとか、はい、またターボダルシムとか遊びで触ってると結構わかるんですけど。そうですよね。お、これなんか見えてきましたね。 あとはね、あとは割と同じようなことをやれば。あ、いやいやいや、X だって。ゆるどりじゃないから。ゆるどりはない。スラストは近距離に行かないと出ない。あれ近距離技です。近距離しゃがみ攻撃があるのってダルシムだけだよね。そうですね。なんでスライディング全部ダイスラーにした方がいいですね。なるほどね。どうせならね、しゃがみ大パンとかね。あ、わかんないわかんない。さあ、ムナーリ生き生きとしている。
結構ね、先に伸びる足を置いとくのが大事なんですよ。あの、X 前のダルシムって。はい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 。浮いたら押すみたいな。今の落ちてくるの待つんじゃなくて、空中にいるうちに置いといて、まあ、キャンセルファイヤーみたいな。あっさあ、瀬尾くんが瀬尾くんがチュンリーでしょうね。いや、ベガでもいいんですよ、とか。チュンリーさあ研究した成果をね、あーなるほどね、出したい、ここで出したい。まずはこう練習台にしてね。うん、ムナリさんはだいぶ強いと思うけど、実践でやらないと脳が覚えない説を我々唱えてるんで、いくらトレモで成功しても、いやそれはそうでしょう、実践で1回成功するのとトレモで成功するの大違いという、うん、おなんだとラムジャル中野イズム、お7、ずるくないあれ、うわぁ嘘ですよ、マジで今の距離今すごいね、すごい。瀬尾くんがすごいガムシャってたのが原点対象です、新鮮そういえば中野出身だったわ、がっかりしました。いやいやいや、あれが有効だということをやっぱ気づいてしまった、気づいてしまった、そう、 S キャラだし、 S キャラだし、あーガムシャル、あーっとうまい。 S 戦線のそのポイントって何なんですか。いや、あの、あー何ですか、使える状況に一回もなってない、一回もしてない、一回もなってない、そうなの、そう、辛い、時間がね、うわお落ちないんですよね、あれマジで。あ、まあそうでしょうね、 X でも落ちないのにS の飛びなんか落ちるわけないじゃないですか。いや、判定変わんないんだよね、マジ本当に、本当変わんないの、繋がんない、あおそれだ、アントビーになります、ゲンキックの後、ゲンキックの後入れっぱでアントビーになります。そうなのって草さんが秘密にしておいてほしいって言ってました。何言ってんだったらそんくらいでよあの、あ、でもスター杯での4代目戦でもう死ぬほどやってるんで、まあ動画をチェックしてる人はみんな気づいた。お、うまいうまい、 いや、あれは今端っこに到達してなかったから3ヒット目があった3だ。あれ N チュンリーでやったらピオからピオいけますよ。4回か5回踏めるんだよね。そうですね、サガットをめぐるとジェネティさんがめっちゃうまかったっす。おーハイパーでピヨピヨやってました、はい、グッチはホークだ、マジか、マジか、バイソンではダメだということなんでしょうね。バイソンはダメだ、まあ、確かに瀬尾さんちょっとホーク戦嫌とは言ってるんで、まあ、いつも、でも数やってますけどね、届かない、死んだか、気合ガード、おーしっかりできてる、おーこれはあるか、あーっとある、ない、あー惜しかった、お疲れ様でした、あ逆に中足が出た、グッチさんの練習のコソ練の成果が出てますよ、沼ゲームで使ってますから、結構ね、確かに4番目ぐらいでは使ってる量があるかもしれない、グッチさんのサブキャラ3番目じゃない、ね、結構高めの、うん、ゲームランカホークの順だと思います、はい、僕は。さあでもこれはもうさすがに、お、わかんなくなってきた、あーテンション、テンションね、裏の裏ですね。さあ対象戦、グッチ竜が使えないのがここに来て響いた、暴れた、これは痛い、だいぶ押しされましたね、今度は届く、うーん、これはチュンリー美味しいでしょうね、いい高さだった、うわぁハンドルを落としてスルラッシュタイクやって、まあ分かんないっすよ、分かんないっすよ、あー分かんなくなっちゃった、あーしっかり出された強点子を出された、まあ先取りできないのでしょうがないです、はいはい、さあ決勝戦です、手ややがワンピー瀬尾鈴鹿が 2P でお願いします。あれ、テクンダルシム残ってんだっけ。テクンのダルシムは死にました、はい
あ、青パンだったな。もうムナーリさん終わりですね。波紋ですわ。もうヤヤさんの前で青パンを使ってしまったゆえに、もうもうこれ どっちも誰しも死んでるんで、はいはいはい、もうもう下がっとかい生きていけなくなりましたね。下道の道に4代目と仲良くやってくれ。下道。さあこっちは決まりました。はい、じゃあどうぞ座、どうぞ座ってください。じゃあイグジットに合わせてコパンを押してください。これが決勝戦です。さあ、龍、龍と言ってました。テさん、テさんはエスフェイロン、エスフェイロン、エスフェイロンは劣空がないが、その代わりにめちゃめちゃ強い武器がたくさん備わっている。ちょっと目離すと死にますんで。あ、今死んでましたよ。空突なんだ、危ないですね。あれも危ない危ない、匂う。劣化の隙もめちゃくちゃ少ないというね。そうなんですよ、はい、劣化打ち切りで反撃がなくなってるんで、ほとんどなくなってますからね、はい、あ、ダイヤス、なあ、嘘くせ、まあ、確かに、あ、でもどうなんだろう、フェイロンの、S フェイロンだと大キックめちゃくちゃ横に長くなってるから、怪しい、あー危ねえ危ねえ、死んでた。横に長くはなってないっすね。ないんですか、あのレックのモーションで来るから、はい、長いんじゃない、長くないっす、マジ別に、はい終わり。食らったらダメです。はい、食らうだけはないですね、マジで。ガード安定ありますね、ガード安定ありますね、マジで。あ、やばい、はい終わりです。まらまらまら。とりあえず埋めに行くのがリターン的に大正解、大正義です。そう、中足戦、あー終わり、大丈夫、あそこもジャンプ強パン、ジャンプ強パンだとやっぱ S フェイロンでも、 S フェイロンの大キックはちゃんと大攻撃判定じゃないですか。大攻撃、強攻撃ですよね。でも強パンの方があの比較的今まで出るから、まあ確かに、いいかもしれない。さあやられてしまった、これはでかいんじゃないですか、結構。そうですね、この S フェイロンというから転送客に対してジャンプ強パンで飛び込むだけで詐欺飛びになるんで、判定で勝てるってことね。そう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 、振らないですよね。はいはい、2段目のモーションで想像せるだけですね。あ、やべえだろ、やべえだろこのキャラ。あー、しっかり引きつけて拾えないが2回削る、あくまでワンセットか。さあこれはしっかり、まあ鈴鹿龍を殺したというところでだいぶ八重さんの役楽になるんじゃないかな。うん、 X でもきついのに S はもっときついか。あー反撃ない。なあそこでジャンプ強パンおすすめですね。引っかかっちゃう。うん、十分画面を押し返した。うっと、しかしクラゲ、クラゲ水族館だ。あー山形にクラゲしかない 水族館がマジあるんですけど、あそこ良かった。へえ、すごい良かった。さあこれで大将戦、何使うんでしょうね。ガエルかな、大将やや何を使う。お、サガット出てきた。ガエルではなかった。ここで白パンツ、しかしワンピー、ムナーリ見てるか、これがこれがサガットやぞ。んー、なんか追い詰めてる。おお、何もしない、まあ間に当たらないのか。あー、なるほど。まあしかしゲージ溜まってしまったので、さあ、ヤヤさんの球を抜けれるか。抜けた、抜ける、これがキャラさが戦列当ててまだ不利になっているぞ。いや、わかんない。うわ、何もしない、何もできないぞ。これは出してった。2回溜まったらそれは無理。作戦はエアーサガットの方が上でしたが、
強くいきましたね。強くいきましたね。あーなるほど。まあ、瀬尾さんも、瀬尾さんもとりあえずゲージ貯めてからゲーム開始っていう感じのね。間違いないですわ。まあ、これが8人のゆえんですからね。さあ抜けて背中蹴りには当然戦列が、あーうまい。よくピヨンなかったけど。そうね、日頃の行い。抜けれない。打つんだ。これが漫画に出てきた。もう打てねえだろうとというとこから開幕タイガー4連発。さあしかし瀬尾さんがゲーム開始前に体力が減ってる。本当だ。なぜ貯められてないぞ。ゲージが溜まらないぞ。ゲージを貯めさせないんですね。ああやって前に行くしかないということですね。うおっと分かんなくなった。早く飛んでる。さあゲームが始まったが体力差がついてる。さあ維持しながらちょっとずつ前に来る。あーあー着バンジキュースせよ。あそこで着。優勝はやや手チーム。お疲れ様でした。魔術を見ましたね最後に。見てるか。これはすごい。あーでは一言ずついただきたいと思います。じゃあケイさんからいこうかな。いやーややさんうまいなと一言のように見てました。ありがとうございました。いやこれもうテ君のおかげだね。なあのさなんでテなの。いや単純に本名の、うん、頭くん。あーなるほど。手島くんとかだな。じゃあじゃあどうもありがとう。はい。じゃあややさんあれフランス行くんですか。アメリカの練習に今日来た感じらしいので皆さん付き合ってあげてください。友野さんも行くみたいね。あ海外行くんですか。うん行くらしい、というわけで、本日イベントはここまでとさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。皆さん参加ありがとうございました。朝ハンターなんでみんな来てね。来ないかもしれないけど。
Thank you.
Thank you.
Yeah!
はい、波動拳プレイ、はい、昇竜拳
はい。Thank you.
Fire!
愛恐竜くん
はい。Fight! Fire! 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 F
ン、はい、ファイバー、ソニックファイバー、Thank you.
Fight! Sakun! Sakun! Fighter! Fighter! Fighter!
you
Thank you.